ピエール・バルー・ピエール・バルーは、フランスの音楽家であり、俳優でもある。また、インディレーベル、サラバの主催者であり、映画監督、プロデューサー、才能発見者である。パリ生まれ、14歳の頃から世界を放浪する。1966年の名作、男と女で、ヒロインの夫役を演じ、一役有名になった。俳優としては、クロードル,ルーシュ作品の常連だが、 バルーは作詞、作曲、歌もこなす、シンガーソングライターである。1968年に公開された、白い恋人たちでは、フランシス・レイが作曲した、主題曲に字をつけている。ジャーナリスト、バレーボールの代表選手だった経歴もある。14歳からギタリストとして、音楽活動を始め、ポルトガルを旅した際に、シブカに出会ったことから、ブラジル音楽の母サノバを知り、 フランスに戻り、ボサノバを広める。音楽レーベル、サラバを設立、独特の制作センスで多くの作品を発表するとともに、日本におけるフレンチボサブームの火付け役も担った。私生活では、男と女で共演したアヌークエーメと1966年に結婚したが、3年後に離婚。その後パリ在住の日本人女性との間に3人の子供を設けている。 1980年代より日本での活動もたびたび行い、講師ともに日本と縁が深い。また、娘のマイアバルーも2006年から音楽活動を開始した。ルポレンは高橋幸宏、加藤和彦を筆頭に YMO、ムーンライダース、清水康明、マライアなどのメンバーがサポートした。セゾンカードのコマーシャル一緒ならきっとうまく,いくさに、 表題作、花粉が使用された。翌年リリースされた、シエラでは、大抜き太鼓、立花はじめとも共演した。2016年12月28日、心臓発作のため死去。ありがとうございます。